見た目は大人、頭脳は子供、前田アーチでーす。マジでやりよった。やれって言ったよ。よし、今後これでいこう。やめてやめてっていうか、頭脳子供やったら、こんなん喋ってたらあかん。はい、というわけでですね、前田アーチです。大地です。今日はですね、割と好評なあのシリーズやっていきたいと思います。日本野球におけるバッティングの嘘の常識のコーナーです。イエーイ。なんかこれだいぶ呼ばれてるな。お前こういうの好きやろ。はい、というわけでね、今回ですね、軸足で回れ、これでいきたいと思います。これね、まあプロ野球選手も言うのよね、めちゃくちゃ。ただこれはぶっちゃけ嘘です。嘘なんです。まあ、有名なところで言えば、日本最強のスラッガーの一人、松井秀喜選手も大スター坂本勇人選手にね、軸足で回れっつってね、教えてたっていうのが有名だと思います。ただよ、ぶっちゃけ言葉通り受け取ったら完全アウト、ヒズアウトです。ということでね、まあ、今回ちょっとその軸足で回れについてね、解説していきたいと思いますので、まあ、太一にもちょっと手伝ってもらいながらやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。小学生でも習う。軸足で回れってどういうイメージ？軸足でしっかり体重乗せて、うん、それを解放されてる。溜めて解放。溜めて解放。じゃあ軸足ってどっち？右なら右足。右なら右足。はい、左なら左足。左なら左足。ま、残念、間違いです。あ、カットで。基本的に軸足っていうものは前の足です。前の足です。はい、まあ実際問題ね、足上げて立とう打とうが、すり足しようが、ヒルダウンしようが、乗るのはこっちなのよ、後ろの足。はい、ただこいつを軸って考えると、いろいろ不都合が起きる。はい、その不都合についてちょっと喋っていこうと思います。はい、まあ、太一よ、はい、軸足で回れって何で言われるの？昔からの風潮である。それ以外にそれ以外に、まあ回転するかちゃいます。あー、こう軸足で回ろうとしたらこうやって回転が起きるから。そうそうそう。ああ、まあそれもあるね。あとさ、よく言うのが突っ込むから軸足で回れって。ああ、俗に言う壁みたいな。そうそうそう。まあ壁はまた別の回でやろうと思ってるけど、はい、ただ実際問題ね、この地球上にはいろんなそのエネルギーというものがねあります。これですか？これ何やったっけ？あのフレーミング、左手の法則。フレーミングは左手やな。こっちやな。ああ、フレミングもまあその地球のまあ法則の一つなんやけども、それとはまた別で物理の法則っていうのがあるのね。はい、あの基本的にバッティングの目的って何なのかってことを考えると、基本的にこっち側にボールを飛ばしたいわけじゃん。そのためにはある程度前に推進する必要あるよ。はい、強い打球を打ち返そうと思ったら、それをこっち側だけで片付けちゃうと推進力ってのは起きないの。ああ、だからまず間違ってんの、その時点で。この前に働く力っていうのが働かない、推進力って言っていいかな、はい、が働かないから、まず遠くに飛ばすっていうことを考えた時に、そもそも違う、間違ってるよね、嘘だよねっていうことが言えると思います、まず一つ。はい、じゃあなぜ突っ込んではいけないのか。大地君、突っ込んじゃいけない、飛ばないからです。なんで突っ込んだら飛ばない？ね、言葉にできん、なんやろ、こう、ま、ゴロしかいかんとか。あ、こう叩いちゃってこうなっちゃう。そう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 、はいはい、泳いじゃうとかね。でもこれってさ、こっちの問題ではない。ないよ、こっちの問題だから。こっちが軸って考えてるから、こっちがおろそかになってるって考えることもできる。ああ、だこっちが軸だって考えたら、こっち強くなる、張るよ。そうですね。ってことは突っ込まない。ああ、わかる。はい、で基本的に俺、後ろ足の役割って前に力を送ることだと思ってる。だってさ、仮に後ろ足がこうやって回ることが最も力を伝えることに対してその効率的な方法だったとしようや、地球の法則として。はい、だったらさ、俺思うやけど、ピッチャーってこうやって投げる？まあ投げないですね。投げねえよ。ピッチャーもバッターも基本的に体の前に、右やったら右利きやったら左側に強く出力したいわ。はい、ってことはこっちの足がついてる理由ってないの？ああ、じゃあ
そのピッチャーの話で考えたら、ピッチャーってこっちの足が、これピッチャーのこと詳しくないんやけど、こう投げる人いる、まあまあまあ踏ん張る、はい、ここがパンって張るから、言ったらここで推進力が出る、こっちで止めるから強い力が前に出る、うん、っていうのが考え方じゃん。バッターも同じじゃない、確かに。だから突っ込まないっていうのはこっちの問題じゃん、こっちなの。俺が思うのはこっちは前に行く力を生み出す、でこっちは止める力を生み出す、それがパチンとはまった時にヘッドバットっていうのは前に出ていく、はい、つまり当たれば飛ぶ、なるほど、と言えるんじゃないかなと思う。もっと言えばこっちが踏ん張れればこういう軌道にはならない、こう出る、踏ん張ってる、ヘッドステイバックってやつだわ、後ろに頭が下がってる、そうすると体の構造上こうは叩けないかな、そうですね、普通に振ろうと思ったらこうなる。だから日本人が考えている軸足と呼ばれるものは本来は軸じゃねえの、軸ってのはこっちなの、こっちは前に行く、こっちは止めるっていう力を生み出すもの、だから解釈が違うと思ってる。で実際あの MLB とかで日本でも、まあ、それこそ坂本勇人選手とか、まあ、今年からメジャー行った鈴木誠也選手とかの後ろ足見てほしい、この足がこうなってる選手多いんだよね、この形って後ろで回ったら絶対生まれねえの、蹴ってますね、蹴ってるように見える、こういう形って、はい、これってこっちに体重が乗ってない状態じゃないと生まれないの、あだってそうじゃない、無理じゃない、無理ですね、後ろで回ってたら絶対こうなる、うん、こうないしこうなんの、はい、だからこっちの足がつま先立ちないし、なんやったら浮いてる選手もいるわな、浮いてる人いますね、だからいかに前に乗っけることが大事なのかっていうことがすげえ打つバッターたち見ればわかると、はい、まあ、中にはこうなってる選手もいるけど一瞬こっちに乗ってんだもん、それでも、あだから後ろ足っていうのは軸足じゃないと言えるわけさ、割と腹落ちしたんじゃない、だいぶしてます。だから軸足が前だって考えた方がいろいろ言ったら辻褄が合うの、はい、メジャーリーガーとか NPB のトップ選手たちを見てる限り、だって軸足で回転してるバッターなんかめっちゃ打つ選手でいねえもん、あ結果的にそういうホームランが1本出てる選手はいると思う、1本ないし何本か出てる選手はいると思うけど、練習やない、見てほしいの試合じゃない、あ、まあ、例えばみんな大好き大谷翔平選手、構えはちょっとあれよ俺よ、もちろんもちろん、ヒールダウンからさ打つとき絶対にこういう足になってる、なんかでく左足なんかこう前にこう行くのがいい、そうそうそう、そういう打ち方があるね、こうやってこういう感じの、それはよう見ますね、打ち方をする人もいる、あの時もあるじゃん、それってなぜかっつったら練習の中でしっかり前に乗せて、でこいつが止まる、言うたら慣性の法則、ね、前に行く止めるっていう、止めることで力が出る、エネルギーが生まれる、慣性のエネルギーが生まれるっていうことが起こるので、そういう練習をする。ジャスティン・ターナーなんかもどうしたんですか、ジャスティン・ターナー結構極端で、こう肩ひねらずにこの推進する力だけこうやって打ったりする、あメジャーリーグでは珍しいこう足上げて打つタイプのバッターやねんけど、はい、こういう感じの打ち方をするんだ練習で、あだから足の使い方、下半身の使い方やね、はいはいはい、は実は回転じゃねえのよ、あちょっとテーマからそれちゃうけど、足、下半身は回転を生み出すものなんやけど、下半身で回転するんじゃない、あ推進力を生み出す、ここで止まる、止まるからこっからこう伸びるわな、筋が、はい、筋肉が伸びていくわな、伸びる、伸びるってことは収縮する力が生まれる、で収縮したら上肢につながってるから筋肉が、はい、グリップが出てくる、バットが出てくる、で回転だ、あだからここで回転してこうやって打つんじゃねえの、バットを出すんじゃなくて
ここがいかに突っ張れるかでエネルギーは生まれる、回転するっていうエネルギーが生まれてくるわけさ。はい、あ、これ違うチャンネルの人だなんで軸足で回れは嘘です。はいってな感じでどうでしょうか。それで、うん、まあ速いピッチャーこれじゃないですか、うん、まあ、多分左足軸やったら、うん、変化球とか多分まあ落ちても崩さないのは分かるんですけど、うん、速いやつのインコースとかバコーン来たらどうしたらいいですかね。あーなるほどね、突っ込めっつってるわけじゃねえのこれって。 あくまで下で前に行く力を生み出すわけです。はい、これで頭もこういっちゃったら刺される。あ、実際さ、これ大きいちょうどあるけどさ、ここにあるここのポイントで打とうと思った時に頭突っ込まなかったら出るじゃん。出ますね。出るじゃん。でもこれ頭突っ込んじゃったら出ない。刺されますね。刺されるんだよ。つまりなぜ頭が突っ込むかって言ったら、結局ここの踏ん張りが弱いから。あ、ここでいかに突っ込まないかな。あ、そうすれば刺されたって下のこの推進の速さで回転を生み出す力が強ければ、この超近いポイントで打つけど、はい、芯にさえ当たればそれを打ち返すことって可能じゃない。なるほど。だ、刺されてもここでも強く打つためにはここ以下に早く強く前に行く止めるっていう力を生み出すかだと思う。はい、だからあとはそのタイミングの問題とかさもあるから、あの刺されないようになるにはどうするかって言ったら難しい部分もあるけど、この言葉で喋るの難しいけど、まあ、刺されても回転さえ速ければ大丈夫だよねっていうのは、軌道さえ入ってれば、俺ずっとこの軌道の話ってずっとしてる。そうですね、この軌道さえ入ってれば最高ここでもなんとかなるよね。強く触れてれば、速く触れてれば、芯食えば飛ぶようになってんだから、野球のボールとバットの関係って。だからここを強く鋭く速くエネルギーを生み出すっていう方が俺は効率いいんじゃないかなって思う、うん、ってな感じでどうだい。分かりやすかったです。分かりました。よかったです。はい、ちなみに高校では俺は物理は習ってないからあの軸足で回れがまあ嘘だよねっていうのは伝わったかな、はい、どうだろう。大丈夫だと思います。大丈夫、理解のある視聴者だと思いますまあ、もしね、なんかあるんだったらぜひコメント欄に書いてください。はい、なんか本当に物理の専門知識とかないからその辺突っ込まれたら知らねえよ、はい、ただバッティングにおいてはそういうことじゃないかなっていうのは思ってます。なるほど。のでぜひこのチャンネル、最後まで見てくださった方はね、チャンネル登録と応援コメント、高評価していただけると嬉しいです。はい、私は、オンライン指導、で直線指導ね、まあ、打撃指導の方やってますので、もし興味がある方はあの各種 SNS から DM をください、はい、というわけで本日のあちら見終わりたいと思います。それでは失礼します。